久保さん。これね、一致するときもあると思いますよ。いや、さらに大きいことしたいってことですね。僕もね、就職しないですけども、もっとさらになんか大きいことしたいってなった場合、今ね、その、オンデーズさんの社,社長さん好きなんですよ。破天荒フェニックスですね。破天荒フェニックス。めちゃめちゃ好きなんですよ。うん、なんか考え方とかいいし。うん。で、あとね、YouTube で言うとブラックな社長。このブラックな社長も好きなんですけど、 だからそういう、なんか一緒にやりたいなと思える。うん。だから自分のインフルエンサーの影響力はあるんだけども、それ以上のなんか大きいビジョンにこう、賛同したいっていう時は、自分一人ではそれは無理じゃないですか。まあな、ね。なんか世界一の YouTuber だったらわかんないですけどね。でも1万人ぐらいだったらやっぱ1万人の影響力も個人的にはすごいですよ。でも世界的に見たら <laughs>、オンデーズのメガネも世界規模ですからね。 1>, だ1万人で世界に勝負するっては難しいと思うんですよ。うん。だからなんだろうな。大きい、そのビジョンに賛同したい人が、まあ、集まるんじゃないですかね。もっとなんか、その、あ、あと一緒に仕事したいとかね。うん。あと、まあ、その社長が好きですとかね。うん。そう。だから僕も、まあ、僕の場合は、まあ自分でビジネスやってますし、 なんすかね。なんか飯、飯食自分で食ってるし、自分の、なんか、上が、自分が自由であるってことが上なんで、ただ僕の目標というか、僕の目的、目標が変わって、もっと違う、大きいことやりたいとなった場合は、今、あの、なんだ、YouTube でもいろいろ発信してる社長が出てきてますんで、それで面白いなって思うところに就職します、あの、面接しに行きますね。普通に。うん、だって自分じゃできないんですもん、一人じゃ。 そこをなんかやるとしたらね。うん。だけど、多分まあ、そ、そう、そこ、その上には僕はならないかなと思います。ただ、人それぞれですよね。うん。だから、なんすかね、1万人のフォロワーはいるんだけど、ビジネスとしては活動してないっていう場合ですよね。と、まあ、これはすごいマッチングするんじゃないですか。まあ、フォロワー、人気だけど、そのビジネス化してないってことですね。収益化してないってことです。 うん、多分いい、結構いると思いますよ。うん。普通に。ビジネス、ビジネスの勉強してないけども、あの、例えば TikTok でダンスやってて有名になったとかね。別にそのビジネスでコンテンツビジネスやるとか自分の商品売っていくとかそういう目的じゃなくて、単純にこうやってたら人気になったっていう人もいるだろうし。だからその1万人の数の使い方はわかんないっていう、<laughs> そもそも。 うん、まあそういう層と、まあマッチングはすると思いますけどね。ただ僕とか久保さんの場合、まあ、そのビジネスやってますんで、まあマッチングはしづらいですよね。うん。ただ僕自身も、あの先ほど言った通り、目標、目的、生きる目的だったりとか、ビジョンが変わったら、あの一人じゃできないことをやり遂げたいってなった場合、そこに入る可能性は非常に高いかなと。うん。 だって一人でできないんだもん。一 <laughs> 人でできなかったらみんなでやるしかないですよね。うん、でも僕はすみません。一人でやっていくっていう今はずっとそうなんで。まあこれが変わらない限り就職はないですよね。はい。いってらっしゃい。